こんにちは、こんばんは、それです。今回は爆舌読みに行きたいと思います。あと2分だから早く行きましょう。で、今回連れていくのが、サブで運枠を入れて、ほい、連れて、まあ、運枠が読み、違う、光源氏で、今回はライゼンを連れていきたいと思います。さっきね、やったんだけどね、強かった。めちゃくちゃ強かった。だけど、最後ね、村正を一体残しちゃって、ダメを貼られて、いや、まあいけるでしょう。で、整数って入れ番して、ダメをでね、死んじゃったんだけど、でもね、感想は強かった。めちゃくちゃ。あざっす。これちょっと待ってよ。ですね、へいで、ウリエルが盾 でこの子のいいところが、ライゼンね。いや、これは大丈夫かな。まあいいでしょ。超重力バリアがめちゃくちゃ良くて、で、貫通になった時のキラーがいい。ここもうまくいけば、いけいけ、とろけとろけっていう感じでね、っていう感じでこういっちゃうっていうね。もうめちゃくちゃ強い。普段だったらまあ減速したりとか、まあ倒せないよね。うん、倒せないから届かないか。OK です。今真ん中倒しておきたかったかな。はい、忍が始まったね。個人的にここが意外と突破するのに時間かかっちゃう。で、次がね、個人的に結構鬼門なんだよね。バトル4かな、中ボス1がね、やられるパターンが多い。お前か、ちょっとすっげえ無理な味方してるけど、 OK。 なんか結構運な感じしたけど、次が武蔵か。武蔵どういこっかな。次が読みだ、光源氏だから、これね、 SS 溜まってたら、グダっててね、溜まってたら普通に使っちゃうんだけど、上のがいいね、普通に。OK だったんだけど、いい、よかったんだけどね、今よかったね。他の読みにハマってるけど、あれはどうなのかどうか。ウリエルがあまり良くない。よし、まあハート出てくるのを祈って、そうだね、とりあえず火だめを抑えつつ、ハートも湧いてくださいって願いつつやろう。ちょっと待ってね、ちょっとこっち抜けたおこう。リンリンリーンってなったら、なんだ、よし、とりあえず、とりあえず OK。 痛い、 SS 打てないもんね。なるほどね。反射、よし、いいよ。とりあえず次蘇生されちゃうんだけど、火ダメさえ抑えてればまだ耐える。ナイスウリエル、ナイスウリエル、今のはいいね。で、
反射でしょ。届かないかね。フリエルいいね。貫通反射でしょ。貫通反射。でも今のも一回プニプニに当たってるんだけどね、よくいけるよね。ハート湧いて、なるほど。これどうかな。あ、やばい、これ死ぬかも。耐えろ。よし、でギリギリ大丈夫だと思うので、ストライクショット。いけ、オッケー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 。これぐらい苦手なんだよね、ここが。昔あのフレンドでレンブラントを連れて行った時にゴリ押しして、あ、ゴリ押しできんじゃんと思ったんだけど、でもね、それをうまくできないとね、なかなか苦手なんだよね、あそこが。で、武蔵、次が武蔵か。オッケー。で、上にあるハートがいいね。なるほど。オッケーオッケーオッケー。で、これで突破しましょうか。ハート取れるかね、ハート。次ウリエルでしょ。よし、これでいいでしょ。で、次がキンハになるんで、次ライゼンスタートっていうのがね、ちょっとあれだけど、金が取ってのよ。予感したよ。直接取りに行きやがった。ライゼンスタートか。反射でしょ、あんまりよろしくないけど、よろしくないけどね、これは本当によろしくないけど、ダメよ左の晴れ。なるほど、まだ即死にはならねえや。なるほどね。よし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 、いいね。エナサーかな今のは。いいとこだな。よし、ご利用しましょう。ウリエルが剣取れるんで、これは最高だね。今ライゼン良かったよね、さっきのダメージ。で、これでトレット今かな。オッケーオッケー。ちょっとダメは危なかったけど、まあ、とりあえずね、とりあえずウリエルではなくてライゼンか。ライゼンいいいい、ライゼンいい、グジョブしたと思う。で、ここ突破した段階で貫通が左下にいるのは個人的にね好きじゃないので、ナイスハート。貫通は逃げます。オッケーオッケーオッケー。ライゼンは別にいてもいいかな、そこに。オッケー。これね、読み始まり、読みじゃない、光
光源氏始まりをちょっとしたくないので、左下に貫通だと結構きついよね。いった。お、まさかの倒さない。そこ反射か、悪くないかな。倒します。よもぎの草を退けるか。 OK、 ライゼンスタートか。ライゼンスタートはこれも8分なんだ。なんだ、もう15分ぐらいかかってるかと思った。ライゼン貫通になってるから、いいねいいね。で SS 使いたいんだよね。 SS 使いたい。いいなこれ。ドラッグショット倒さないやつ。 OK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 。 ほんで反射になってるよねこれ。なるほどね、なるほどね。これはさ、ストライクショット倒しちゃうね、それ倒しちゃうね。まあでも SS は使わなかったけど、重力バリア、超重力バリアと超、重力バリアキラーかの良さは見せられたよね、かなり。いや、めちゃくちゃ強いよ。おお、サンドロいいね。しかもクリアタイムっていうね、あんだけ食らったのに。そっか、でもね、読みね、あのクリアリセットされてからそんなにできてなかったので、であんだけね、中ボス1かなで下って、9分50秒なんで、いくらか前はね、読みね、結構普通に楽勝じゃんだったんだけど、なんか途中からね、うまくなんか立ち回れなくなってたんだけど、でも9分50秒はかなり、うん、まあ、読みとしたらね遅いかもしれないけど悪くないし、で今回読みじゃなくて、ライゼンかな、ライゼン連れて行ってみてかなり良かったので、なんか個人的に周回パーに多分入ると思う。とりあえず運枠はこれでね1位で、うん、読みじゃなくてね、エデンができたらね、運にでちょっと頑張ってみたいなと思うんだけど、まあ、ライゼンは個人的にあのかなり良かったんじゃないのかなと思っております。ということで今回は、爆絶読みにライゼン、進化かな、を連れて挑戦してました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは、真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。